伊達政宗の本命の相手片倉重長、片倉重長は片倉景綱の息子で父の後を継いで伊達家の家臣となり政宗に仕えた人物。彼は戦国時代屈指の美青年として知られ、そのあまりの美しさは男色家として知られる小早川秀明に上洛の際しつこくストーキングされたほどだったとか。そんな重長が大阪の陣出陣前のこと、重長は初陣となるこの大阪の陣で片倉の名を汚さないようにと戦の先頭に立ち、戦うため先陣を切りたいと決意。そして出陣前の伊達政宗を捕まえ、どうか先陣は私にと頼み込んだそう。先陣という危険な役目を自ら志願した重長に心を打たれた政宗は、お前以外に先陣は誰にもやらせぬものかと重長を熱く抱きしめ、ぐっと手を引き寄せ、ハラハラと涙を落とし重長の方にキスをしたとか。そんな政宗に重長も感動し、誠にありがたき幸せと政宗を熱く抱きしめたそう。そして政宗の熱い思いに応え、敵将を討ち取る大活躍をしたのである。当時の武将の難色はただの色恋や性愛だけではなく、主君と家臣という深い絆を結び合う意味合いもあったと言われている。